こんにちは。いつもコンシロの動画を見ていただきまして誠にありがとうございます。今更なんですけども、この動画のコンテンツをですね、どういったものかということですね、ちょっとご説明したいと思います。ということで、今日はマスクでコンテンツということですね。このコンテンツはですね、メインキャラクターになってます。コンシロ、コンテンツマスターですね。が、実は私はコンシロではなくて、中の人 X と言います。私にですね、憑依をしていると。憑依ですね。をしているという設定で、コンシロがですね、道というものをテーマに、いろいろと歩いていったところを、皆さんにご紹介するという趣旨でございます。で、道というのがありますので、登山道とか、それから、旧街道とか、それから、階段という道がつかないんですけど、そういったもの、それから、最近では、配線跡というのをちょっと新しいシリーズしていきたいなというところで、配線跡、道ですね。ですから、どこかスタートがあって目的地まであって、その間を歩くということですね。ですので、主に、メインは感情なんですけど、たまに私がですね、変わってやっていくということもあります。で、どこんな格好してるかというと、そもそもマスクというのはどういうかというと、コロナ禍ということがあるので、格好してるわけなんですけど、要は、私ちょっとあんまり棒男なんて言ってたら恥ずかしいなと、あともうちょっと結構、年もいってます、実は。なので、ちょっと、YouTube 映え、YouTube 映えしないかなというのがあって、コンシロが、私に使って進めると。で、たまに私も出たくなるんですけど、やっぱり恥ずかしいぐらい変装してるというところですね。で、コンシロの方は、どちらかというと、真面目になってます。で、私、中でちょっとこういうフェチなところがあるというか、ちょっとだけなんですよ、なんですけど、たまたまですね、その、最初の段階で、ちょっと、感謝だけではあれなんで、フィメールマスクっていうのをかぶってみたりとかして、スタートたまたましたんですけど、そしたらですね、感謝をかぶってみたら、感謝自体もフィメールマスクをかぶったり、脱いだっていう方が、特にですね、外国の方がよく見てくれるんですよね。日本の方は多分最初から最後まで見てくれる人多いんですけど、多いけどすごく少ないんです。だけど、外国の方はそういうシーンだけがいわゆる燃えるんですかね。燃えるですね。こういうシーンですね。ということで、一桁違うんですよ。こんなに見てくれるとはちょっと思わなかったんですけど、最初は100人ぐらい見てくれていいかなと思ってたんですけど、結構行くんですよね。びっくりしました。ということで、私、中のステークスは、ちょっとフェッチな方を主体でですね、外国の方に向けて発信していくと。それで、メインは道を歩いて、そこをご紹介したいというのは変わらないんですけど、ですので、ちょっとこういう変な格好、もともと変な格好で顔ですからね、コンシロも、というところです。じゃあ、そういうところで、皆さん、もし、お時間があったらよろしくお付き合いお願いいたします。どうもありがとうございます。では。